ダビド・デヘア・キンターナは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。プレミアリーグ・マンチェスター・ユナイテッド FC 所属。スペイン代表。アトレティコ・マドリード在籍時のデヘア・アトレティコ・マドリード、編集10歳の時にアトレティコ・マドリードの下部組織に入団し、各カテゴリーを昇格していった。2007年に、西軍ダ・ディビジオン B のアトレティコ・マドリード B に昇格して、 プロ契約を交わした。2009年夏、トップチームの政治系であるセルヒオアセンホが、FIFAU-20 ワールドカップに参加するために、クラブを離脱。代役を務めるロベルト・ヒメネスの控えとして、トップチームに招集された。9月30日、UEFA チャンピオンズリーグの FC ポルト戦に、先発出場したロベルトが26分に肉離れを、起こして、負傷退場したため、 急遽交代出場してトップチームデビューを果たした。この試合では2点を許して敗れたが10月3日のレアルサラゴサ戦でプリメイラディビシオンデビュー。19分に PK で失点したもののその後はマルコバビッチのシュートを防いで名誉挽回しチームは2点を上げて逆転勝利した。その後ワールドカップから戻った聖 GK のアセンホは幾度も 致命的なミスを犯し、キケサンチェス・フローレス監督によって、レギュラーに据えられた。2009から10シーズンには、アスレティック・ビル・バオ戦とバレンシア・ CEF 戦の2試合で、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。UEFA ヨーロッパリーグでは8試合に出場し、決勝のフラム FC 戦では失点を1点に抑えて、優勝した。2010年8月27日の UEFA、スーパーカップ・インテル戦では、 ディエゴ・ミリーとの PK を止めるなどしてカンプルから0で勝利してタイトルを獲得した。2010から11シーズンも絶対的な守護神としてリーグ戦全試合にフル出場した。マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が決まるとアトレティコのファンに向けてアトレティコの公式ホームページでカルデロンで名前が呼ばれることが夢だった子供の僕を ファンの皆が誇りに思えるような活躍を見せる。どんなエンブレムを身につけても、僕の心はその感情と共にある。そして、いつの日か僕のホームに必ず帰る。とメッセージを送った。マンチェスターユナイテッドに移籍したデヘアマンチェスターユナイテッド編集2011年6月27日に、プレミアリーグのマンチェスターユナイテッド FC のメディカルチェックを受け、 6月29日に5年契約を交わした。7月23日、シカゴファイアーとのプレシーズンマッチで万優での初出場を飾った。8月7日、FA コミュニティシールドのマンチェスターシティ FC 戦で公式戦デビューした。前半に2点を失ったが、後半に3点を奪って逆転勝利した。コミュニティシールドの1週間後、 開幕のウエストブロムビッチアルビオン FC 戦で、プレミアリーグデビューし、シェーン・ロングの何でもないシュートを効率して失点したが、チームは2から1で勝利した。WBA 戦の、翌節のトッテナムホットスパー FC 戦で、オールドトラフフォードデビューし、何度かの決定機を防いで移籍後初のクリーンシートを、達成した。トッテナム戦の6日後のアーセナル戦では、ロビンファンペルシの PK を防いだ。 その後も何度か、ファンペルシーとアンドレー・アルシャビンのシュートをセーブし、競合相手の8から2という対象につなげた。9月18日のチェルシー FC 戦では、印象的なセーブを何度も見せ、特にラミレスが空のゴールにシュートした場面では、体全体を投げ出して、ゴールを阻止した。続く、ストークシティ FC 戦でも2度の美しいセーブを見せ、急速なパフォーマンス改善を印象づけた。 9月27日 UEFA チャンピオンズリーグの FC バーゼル戦では同大会において自身初の先発出場を果たした。10月23日に行われたマンチェスターシティとのマンチェスターダービーでは1955年以降のホームゲームで最悪となる6失点を喫した。その後はアンデルス・リンデゴアとの併用となったが最終的には29試合に出場した。 2015年8月31日、かねてから遺跡が噂されていたレアルマドリードへの遺跡合意が報道されたが、遺跡や選手登録に必要な書類を遺跡期限内に提出することができずに破断となった。この件については両クラブが互いの不手際を指摘し、避難し合う事態となった。シーズン中の対応に注目が集まったが9月11日、 マンチェスターユナイテッドとの4年間の契約延長に合意した。2013から14シーズンから2015から16シーズンまで3期連続でチーム内のシーズン MVP に選ばれた。2017年4月、今シーズンのパフォーマンスが認められ、プレミアリーグ年間ベスト11に選ばれた。翌2018年4月にも自身5度目となるベスト11に マンチェスターユナイテッドで唯一選ばれた。2019年2月24日、リバプール FC 戦で、プレミアリーグ通算百0 0試合目となる、クリーンシートを達成。同リーグ史上7人目、マンチェスターユナイテッドにおいては、ピーター・シーマーケルに次2人目の達成となる。2020年2月1日プレミアリーグ第25節、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ戦で、 マンチェスターユナイテッドの選手としては、史上8人目のプレミアリーグ300試合出場を達成した。UEFAU-21 欧州選手権での優勝を喜ぶデヘア世代別代表、編集2007年には U-17、スペイン代表として UEFAU-17、欧州選手権2007に出場して優勝し、同年の FIFAU-17 ワールドカップでは準優勝した。 2011年には U-21 スペイン代表として UEFAU-21 欧州選手権に出場して優勝した。A 代表編集2010年5月10日、ビセンテデルボスケ監督によって 2010FIFA ワールドカップのスペイン代表候補30人に選出され、スペイン A 代表初招集となったが、本大会に出場する23人からは外れた。 2014年6月7日に行われた、エルサルバドル代表との親善試合で、A 代表初出場を果たした。これまで正ゴールキーパーであったイけるカシー・ジャスが、代表に選ばれなくなると、デフェアは代表の正ゴールキーパーとなった。2018フィーファワールドカップロシア大会一時、リーグ初戦ポルトガル戦では、クリスティアーノ・ロナウドのシュートをハンブルし、ゴールを許した。 この後も低調なパフォーマンスに終始し、awhoscoored.com などでは、ワースト11にゴールキーパーとして選出されることとなった。2020年7月26日時点国際、A マッチ39試合0得点アトレティコマドリードマンチェスターユナイテッド FCU-17 スペイン代表 u マイ、ありがとうございます。